前回の超わかる高校数学は、次の問いに答えてください。 A と B どちらにも属する要素全体の集合を共通部分という、ド・モルガンの法則を覚えよう。全体集合の中の集合 A に対して A じゃない集合を補集合といい、 A バーで表す。不等式の集合は範囲を数直線に図しよう。この動画ではド・モルガンの法則が成り立つことを示します。まずは A かつ B 全体のバーイコール A バーまたは B バーについて、 A かつ B 全体のバーは A と B の共通部分の外側だからこの部分になる。 A バーまたは B バーは A の外側と B の外側の和集合だからこの部分になる。確かに A かつ B 全体のバーと A バーまたは B バーは一致しているね。次に A または B 全体のバーイコール A バーかつ B バーについて、 A または B 全体のバーは A と B の和集合の外側だからこの部分になる。 A バーかつ B バーは A の外側と B の外側の共通部分だからこの部分になる。確かに A または B 全体のバーと A バーかつ B バーは一致しているね。複雑な集合はド・モルガンの法則を利用してシンプルに捉えよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。